不洗観音寺は、岡山県倉敷市に所在する寺院。宗派は、新御宗の単立寺院。三号は、影光山。正式には、影光山観音寺と称する。本尊は十一観世音菩薩。小宝と安山祈願の参拝者が集まる。瀬戸内三十三観音霊場第一番札書。備中西国三十三観音霊場第三十番。ご栄華。 ありがたや光の峰に登り来て、仏の慈悲に心なごまむ事伝によれば、軽分解、軽士君不死が刻んだ観音像を、奈良時代の天平年間に行記と菩提千奈が当地に安置し、像喜びが夢のお告げにより、当時を回帰したことに始まる。像喜びが回帰した山からは、清らかな水が湧き出し、赤いと呼ばれた。 赤ちゃんが生まれて三日三夜の後にこの赤いで洗って、やると、無病息災で成長すると言われるようになった。安山を、当寺院の本尊に祈願すると出産が楽で三日三、万三湯を使わなくても不条にならないと言われており、不洗い、観音寺と呼ばれるようになった。本堂は、明和五年の建造で、道内には旗本中将戸川家古代の戸川康清が、長崎奉行であった。 天保10年に奉納した演技学がある。昭和29年神言、総務室派より独立神言集団立の寺院となった。天然記念物木船神社入り口ふわらい、観音寺の鎮守者として寺院の西側に木船神社がある。神社は明治45年地元の宮大工である林万五郎と前場正吉によって再建された。昭和6年には拝殿と石段が 新たに設けられた。用語の松倉敷市役所ウェブサイト、2012年5月3日、閲覧。ありがとうございます。